手の入場です。4度目の優勝を狙う鈴木桂治、北京オリンピック66キロ級のゴールドメダリスト内柴雅人、高井洋平は5回目の出場、宗田は最多の11回目の出場です。ワールドランキング1位好調の穴井隆正は6度目の出場で初優勝を狙います。8月オランダで行われる世界選手権の重量級代表の選考も兼ねています。この試合の模様は強化副委員長の斉藤仁さんとともにお伝えします。全日本選手権は講道館柔道試合審判規定によって行われ、試合時間は6分、有効以上のポイントが認められ、抑え込みは30秒で1本になります。1回戦から興味深い対戦、泉はカイロの世界選手権90キロ級で優勝、全日本選手権は平成18年の大会で3位になっています。穴井は6度目の出場、今年はフランス国際、ドイツ国際で優勝、ワールドランキングは1位です。穴井選手は100キロ級の世界選手権代表になっているんですね。そうですね、はい。1回戦早々から面白い試合ですね。そうですね、試合巧者泉とですね、はい、今季絶好調の穴井、見物ですね。そうですね、はい、どの辺がポイントになりますか。そうですね、穴井がしっかりと自分の組み手になれれば、はい、穴井、はい、離れてですね、泉のペースで足技が有効的に生かしてくれば、はい、泉かなと。泉送り足払い、送り足払い見事に決まりましたね。有効ですね、はい、まず先にポイントを取ったのは泉です。さあこれから穴井がどう攻めるか、はい、おっとこれはポイントにはなりませんでしたが、足払いですね、はい、つばめ返しですね、つばめ返しですね、はい、しかしポイントにはなりませんでした、はい、今のこの組手は穴井なんですね、はいはい、ここで審判が止めました、はい、泉はこれで指導は2つ目になりますね。そうですね、注意です、注意です、これで先ほど有効を取っていましたのでポイントが並んでしまいました。さあここでまた泉はこれは偽装攻撃ですか。偽装攻撃ですね、はい、これで警告になりました泉。そうですね、ブザーが鳴って試合が終わりました。穴井は泉の警告による優勢勝ちで2回戦に出場です。まあなんとか初戦は突破した穴井です。アテネオリンピック、そして北京オリンピック2連覇の内柴が推薦で2回目の出場、160センチで69キロ、松本勝志三段、こちらは初出場。一番ですね、はい、もう負けてもともとという気持ちで、ええ、もう積極的にどんどん攻めていってますよね、はいはい、得意の寝技で攻めていってるんですけども、やっぱりこれは松本はですね、もう熟知してますのでなかなかかかりませんよね、ええ、互いにポイントはありません。おーというドイムクが上がりました場内です。検討しています。内柴は組手で釣り手から取りたいところなんですけども、松本が襟をたぐってくるもんですから、今ここでですね、間合いが詰まって、はい、巻き込まれてしまいましたね。これ技ありなんですね。そうですね、松本が体落としで技ありを取りました。時間がもうほとんど残りが少なくなってきました。低い姿勢から首を抱えても、まあ、今のはポイントはありませんでしたが、結局技ありを奪った松本の優勢勝ち。2回目の内柴、またも初戦突破はなりませんでした。しかし大健闘です。鈴木桂治が登場しました。注目されます。北京オリンピックの初の試合になるわけですね。そうですね。さあその鈴木の調子を占う初戦、
森田昭弘との対戦、桐蔭横浜大学21歳初出場です。まあ斉藤さんはね、はい、鈴木の試合はずっとよくご覧になってらっしゃるわけですけど、はい、オリンピックも最初の大きな大会。そうですね、オリンピック終わってからですね、まあ引退も考えたらしいんですよね、はい、ですけどももう一度全日本のこの舞台に上がりたいっていう気持ちで、復帰しましたね。また柔道ファン待ってますよ。そうですね、これはですね、鈴木がしっかりと内股を組んでしまってですね、はい、森田は動いてきますから、それを止めてしまいたいところなんですね、はい、なかなかポイントにはつながらない鈴木。まあ、とにかく早く試合の勘を取り戻してほしいですね。そうですね、森田に指導です。ポイントにも まだなっていません。ブザーです。6分間戦い終わって、まあなんとなくこうまだ調子がつかめないという感じですが、旗の判定は赤3本揃って鈴木です。まあ、鈴木苦労しながらも初戦突破、これからですね。そうですね、もう少し足技を使っていけばいいと思うんです。はい、だんだんとこう手応えを感じてくると思いますが、神沢雄太5段と本郷明則3段の対戦、神沢が4回目の出場、本郷は赤い紐をつけていますが2回目の出場です。神沢は1回戦で中国地区代表の岡田4段に大腰で一本勝ちをしています。奥襟を取りました本郷。島澤での大内刈り、見事決まりましたね。はい、先にズボンを取って、はい、そこから大内刈りに持っていきましたね。本郷鮮やか左からの大内刈り1本決まりました。残り時間が44秒というところで決めています。本郷一本勝ちで3回戦進出です。続いての試合は菅大成に片渕真也、左側から片渕、赤い紐を巻いています。このスキンヘッドはすっかりおなじみになりましたね。そうですね、一昨年はベスト4です。強引に持っていきました片渕。今のはポイントではありませんね。はい、片渕はしっかり掴んでしまいたいところなんですけども、はい、あ、これは有効です。今菅がですね、はい、首に小内刈りをかけたところをうまくかわして決めましたね。はい、はい、小内返しというところでしょうか、はい、有効を取りました片内。まずポイントでリードを奪って内もまた強烈ですが、これはよくしのぎました。首手が不十分なんですね。結局小内返しが引きまして片内が優勢勝ち。さあ穴井の2回戦です。はい、後ろ障子との対戦。今までの穴井はですね、はい、泉に有効取られたら、ちょっと慌てるところあったんですね。はあはあ、ところがあそこから落ち着いて自分の柔道を徹してるんですね。なるほどね。ですからもう絶好調ではないかなと思いますね。はい、さあその絶好調の穴井、今日2回目の対戦は穴井十分ですよ。はい、後ろ障子、相手を追い詰めます穴井。何を狙っているか。1メーター87センチの長身から大外刈り一本、見事ですね。見事ですね。横に変化して大外刈りで持っていって、最後はですね、はい、足が抜けまして内股に、なりましたね。はい、さあ第2戦で早くも一本勝ち、調子を上げてきました。3回戦進出。38戦手中一番体重の重い155キロの加藤光正が登場しました。松田明5段との対戦です。共に4回目の出場になります。加藤は組手は右なんですね。そうですね、
松田の方は左です。しかし大きいです。155キロの奥襟を取っています。強引に持っていきます。腰が重いですね、はい、ここは支え釣り込み足に行ったところ、大外刈りに行きましてちょっと体勢が崩れるんですね、はい、これをかわしながらうまく裏投げに持っていきましたね。何か力で持ってきましたね。そうですね。加藤一本勝ちです。3回戦へ進みました。正田とともにこの大会11回目の出場、最多出場の宗田康幸、11年連続ですからね、はい、岩田勝弘との対戦です。初出場の相手との対戦になりました。さあこの宗田がこの全日本でどんな試合を見せてくれますかね。世界選手権の重量級の選考もかかってますから。んこれはポイントにはなりませんでしたね。岩田の大内刈りを返したという形ですが、ええ、こういう返し方をするとですね、ええ、ちょっとあの危ないんですね、はいはい、さあ必要な足技を見せる岩田を投げました、ええ、宗田があの左手で肩口をちゃんと掴んでですね、はい、岩田の攻撃を受けて最後は大腰という形でですね持っていきましたね。なるほど、ちゃんと決めてます、はいはい、1本ですね、はい、宗田一本勝ちで3回戦進出です。初戦一本勝ちです。さあ次々と注目される選手が登場します。高井洋平、猪俣秀和との対戦です。このところ高井選手はちょっと調子が悪かったんですが、この全日本はだいぶ調子上げてきてるんじゃないですか。そうですね、もう稽古は十分に積んでですね、はい、あの来てますね。5回目の出場です。ここは高井はしっかりあの組んでいきたいところなんですけども、はい、猪俣は組まれるとあの危ないということでですね、厳しい組み手を行ってますよね、がっちりと組めばね、高井はそうですね、一本決める技がありますからね、はい、内股からこれが技ありになりました。崩れ袈裟固めで抑えています。技ありは25秒で抑え込み1本になります。これで合わせ技一本勝ち高井。高井も初戦は一本勝ち、3回戦進出。明治大学の上川大輝初出場、世界選手権の81キロ級の代表に決まっている友内との対戦です。友内しのいできたんですが、しっかり掴まれてしまってちょっと下がるんですね、はい、あ足割れが決まりましたね、はい、ちょっと下がったところにうまく払われました。払い釣り込み足ですね、はい、上川初出場初戦突破しました。体重差39キロありました。友内を破りました。宗田とともに最多出場の正田です。正田は平成17年18年と3位入賞しています。西山正史との対戦になりました。この対戦から3回戦になります。正田はここからですね、上半身を決めていきたいところ、あ、決まりますね、抑え込みに入った。さあ抑え込んだ正田、決まりましたね、はい、内股から崩しておいて抑え込みに入りました。120キロの正田、
西山を抑え込んでいます。西山もここまで決められてしまうとちょっと逃げれませんね。取れませんね、はい、30秒経ちました。一本勝ち。開始59秒で横四方固め正田、準々決勝進出を決めています。さすがベテランらしい試合運びを見せましたね。そうですね、落ち着いてますね、はい、鈴木啓司、今度の対戦相手は本郷明憲三段です。本郷は初戦は一本勝ち。さあ北京オリンピックも久々の試合に臨んでいる鈴木ですが、まだ初戦はちょっとこうね、動きが本来のものではなかった、ね、もっと足技を出すようにという話がありましたね、はい、さあその鈴木本郷との対戦、この辺りからエンジンがかかってくるか、はい、組手としてはいいですね。十分ですね、はい、ここからが足技を出しながら攻撃するのが鈴木のパターンなんですけども、はい、ちょっと嫌いましたね。さあ、大外、大外狩りだ。技ありです。技ありの判定からすぐに抑え込みが入りました鈴木。いいタイミングで大外に入りましたね。入りましたね。そして袈裟固めで抑え込んでいます。大外狩りが技ありですから抑え込み25秒で合わせ技になります。一本勝ちになります。ブザーが鳴りました。合わせて一本。さあ鈴木も来ましたよ。そうですね、この辺からエンジンかかってくると思います。そうですね、鈴木準々決勝進出です。ただいまの試合、赤2回目の試合では一本勝ちが出ました鈴木、準々決勝に進出しました。さあその準々決勝で鈴木と対戦するのが誰か、穴井になるのか片渕になるのか。片渕選手、白近畿地区代表穴井選手。これも面白い試合ですね。そうですね、穴井からするとですね、どちらかといえばやりづらいタイプの選手なんですね。おおっと背負い投げに行きました穴井。今年の穴井はですね、この背負い投げが、研究してですね、はい、効くんですよ。穴井としてみれば受け入れをしっかり、取って掴んでしまいたい、はい、ところなんですけども、なかなかですね、まあ、組手が厳しいもんですから、はい、片渕がですね、片渕の今の動きが偽装攻撃とみなされましたね、はい、指導を取られました。穴井はポイントもありません。支え釣り込み足を見せました。今みたいに奥襟が取れなかったらですね、はい、横に揺さぶって前に落とすという、はい、足技を使いながらですね、そういうふうな戦い方ができるようになったんですね。穴井は結局6分間戦ってポイントがありませんので、旗の判定白3本上がりました。穴井です。まあ文句なしこの判定ですね。そうですね、はい、流れはもう穴井のペースで進んでいきました。これで穴井と鈴木の準々決勝ということになりましたね。155キロの加藤、そして31歳で初出場という斉藤聖剛の対戦になりました。この人動きがいいんですよね。そうですね、はい、あと組手が厳しいんですよ、はい、おっと先制攻撃を見せました斉藤、ね、斉藤はですね、先に奥襟を取って間合いを詰める戦い方を、はい、行ってますよね。あ、体重差63キロですけど、はい、もう果敢に攻めていますね。そうですね、どうなんですか、こう小さい人が大きい人を攻める戦法として。これはですね、相手に組ませないようにして間合いを取る、間合いを取って組手を厳しくする、はい、また
先に相手の懐に入って間合いを詰めてくる、今 この戦い方 がそうですよね。そうすると体の大きい加藤は体が回っていかないんですよ、間合いが、はい、狭いもんですから、はい、ここですよね、はい、間合いが詰まったところで、これはもう斉藤誠吾の間合いなんですね。加藤の方としてもなかなか技は出しにくいですね。そうなんです、はい、これも斉藤が先に攻めています。やはりそれだけ斉藤の自分の間合いでやってるわけですね。そうなんです、はい、したがって加藤の方には指導です。互いにポイントは奪うこと、おっと奪うことはできませんが、加藤の大外刈りをかわしました斉藤。それで斉藤は下がってませんよね。あ、なるほどね、はい、どんどん前に出ていって自分の組手になってるんですね。ポイントがなく旗の判定は3対0、白3本、斉藤が63キロ差、体重を跳ね返して加藤を破りました。準々決勝です。木村選手、白、東京地区代表、宗田選手、宗田、木村の対戦です。初出場の木村、11回目の出場の宗田です。宗田は2回戦の岩田との対戦も初出場の岩田でしたね。これまた初出場の木村との対戦になりました、はい、今日の宗田はご覧になっていかがですか。そうですね、先に組もう組もうとしてるんですね、はい、そして相手の動きを止めようとしてるんですけども、ちょっと受けに回る傾向があるんですね、はいはい、そこのところを先にどのように攻めていくかっていうところが課題ではないかなと思います。体重はともに125キロ、はい、あ、宗田が出る、場外に出ましたね、はい、あ、場外注意ですね。木村の方は場外注意を取られました。背中を持って圧力をかけてくるんですけども、はい、ここから攻撃はちょっと遅いんですね、はい、内股に行きました。木村の内股透かすような技を見せました宗田。両者ポイントがありません、ブザーです。場外注意ですね、これが大きいですね、はい、木村は落ち着いてるんですけども、やっぱりなんかポイントを取っていきたいところなんですね、はい、宗田は相手の注意による優勢勝ちで準々決勝進出です。赤、北海道地区代表、川井選手、白、東京地区代表、高井選手、主審、高井と川井の対戦です。高井洋平四段、川井秀幸四段の対戦です。2回戦は高井一本勝ち、合わせ技で勝ち上がってきています。高井はあの、はい、高井のですね、釣り手を十二分に殺してるんですね、はい、これ高井に簡単に取らせてしまうと技かけられるもんですから、高井の大外刈り、組手が不十分なんです、はい、釣り手が取れてないんですね、はい、ここ切ろう切ろうとしたんですね、はい、川井は切られましたね。高井は早く釣り手を取りながら技をかけたいところなんですけども、おっと決まった、決まりましたね。今はですね、引き手と同時に足がかかってるんですね、あ、はい、あ、釣り手ですね、釣り手と同時に足がかかってるんですね。高井はこれで2試合連続の一本勝ちですね。さあこの調子に乗っていきたいですね。そうですね、高井準々決勝進出を決めています。立山上川という大型同士の対戦になりました。193センチ、
こちら上川明治大学19歳初出場、185センチ、140キロ、太刀山は145キロ。いや大きいですね。そうですね。上川は将来の重量級を背負ってもらいたい、はい、期待のホープですね。これが3回戦の最後の試合になります。上川の内股を崩しました太刀山。組み手争いで組み手が不十分なんですね。内股に行きました太刀山、193センチです。参加選手中最も身長の高い太刀山。上川は185センチ。ここからお互い攻めていきたいところなんですけども、上川の技を潰しました。こちらは手を取ってますね。腕が決まってますね。抑え込みに入った。145キロ、立山140キロの上川を抑え込んでいます。横四方。さあこのまま抑え込まれてしまうのか上川。ちょっと頭が抜けましたね。抜けましたね。抜けた。解けました。抑え込みが解けました。今度逆になった。待てですね。待てになりました。よく上川頑張りましたが、結局25秒経過ということで、はい、技ありになりました。一本は免れました上川ですが、技ありを取られています。ここからもうどんどん攻めていかなきゃダメですね。上川は内股、はい、もう時間がなくなりました。技ありを取っている太刀山、ブザーです。太刀山が初出場19歳明治大学の上川を破りました。技ありで優勢勝ち太刀山、準々決勝進出です。これで3回戦が終わりました。悠然と引き上げます太刀山。8強が出揃いました。まあ中にはおなじみの顔ぶれなんですが、はい、この初出場の斉藤誠吾なども楽しみですね。そうですね。準々決勝最初の試合は正田秀和と松本勝志の対戦です。関東地区代表正田秀和5段、近畿地区代表の松本勝志3段の対戦。松本選手は80キロ級の選手なんですね、はい、そして8強入りを果たしました。立派ですね。今日、はい、今日の正田の動きはどうなんですか。そうですね、ちょっと膝をですね、はい、怪我しているという情報が入っているんですけども、はい、まあ、得意の寝技を生かしてですね、はいはい、調子的にはいいんではないかなと思いますね、はい、松本も非常に健闘しています。松本1回戦は背負い投げで一本勝ちを収めています。2回戦では内柴との対戦でね。そうですね、はい、技ありを取って破っています。そうだ、ここからの寝技が得意なんですね、はい、ここから上半身を決めていきたいところなんですけども、そのまま抑え込み、足が抜けるか。抜けません。立ち技に変わっています。松本も動きます、はい、やっぱり軽い人が大きい人とする場合にはですね、この組み手で厳しくですね、ええ、持っていかないとですね、はい、組まれてしまうと危ないもんですから、はい、とにかく先に動いて、先に掴んで先にかけるという、ではうまくかわしましたね。逆に重量級の正田は
掴んでしまいたいところなんですけども、まあ、ここはあの軽量級とあの重量級のこうお互いの組手の攻防ですよね、はい、ポイントがありません。あ、松本が結局注意ですね。そうですね、もう組まないということですね。はい、消極さを取られました。さあこれから松本がどう動いてくるか。そうですね、果敢に足技で攻めますね。はい、結局試合終了です。残り時間少なくなったところで松本を注意を取られました。松本の注意による優勢勝ちで正田が準決勝進出、3回目の3位以上を決めました正田です。最多11回目の出場の正田、準決勝進出を決めています。なんといっても今年注目の鈴木そして穴井という2人の直接対決を迎えました。2人の対戦は平成19年の全日本3回戦で対戦して鈴木が判定でこの穴井に勝っています。鈴木と穴井の対戦楽しみですね。これはそうですね、あの成長著しい穴井、はい、今はですね力的には、五分か、はい、ひょっとしたら穴井の方が分がいいかもしれませんね、はい、乗っている分ですね。2人とも100キロ級の選手で争ったこともありますが、今回は重量級の体重で出てますね、はい、鈴木の場合はね、鈴木は階級を上げてですね、はい、100キロ超級になりました、はい、背負い投げ決まった。今の背負い投げは見事ですね。最後の決めがよく効いてるんですね。あ、ここからですね、はい、はい、低い体勢からよく持ってきましたね。そうですね、前に崩しながら入ってここからの決めですね、はい、はい、見事に決まりました。まあこの辺りに穴井の好調ぶりというものが伺えますね。そうですね、乗ってますね。鈴木啓司を破って準決勝進出を果たしました。さあ続いては宗谷斉藤聖剛の対戦です。31歳で初出場を果たした斉藤聖剛、11回目の出場の宗谷、今日は宗谷は対戦相手は初出場の選手が多いですね。そうですね、ただ斉藤に限ってはもうベテランですから、ベテランですからね、国際大会ではですね、はい、本当もあの上位に来てますから、はい、緊張感は少ないのかなと。それだけにね、この斉藤が宗谷に対してどう挑んでいくか ね、 ね、楽しみですよね、はい、奥襟を取って間合いを縮めてですね、はい、おっと、肩車に行った踏み取りになりましたね、これ、はい、うまく入りましたね。ここから最後まで決めに行くんですね。はい、有効です、有効を取りました。頭から落ちた宗谷、ちょっと首のあたりが大丈夫でしょうか。もう満員の日本武道館が大きくどよめきました。肩車の大技を見せました斉藤聖剛。さあ先にポイントを取ったのは斉藤です、はい、宗谷はですねここから強引にでも攻めていかないとですね、はい、審判の手が上がった。技あり、技ですね。今ですね奥襟から、はい、帯を掴んだんですね、はい、帯を掴んでそこからあの体落とし気味に入って、ひねり潰したという感じですね。さあここで宗谷がリードしました。宗谷が技あり、斉藤聖剛は有効を取っています。あの肩車で有効を取りました。先にポイントを取ったのは斉藤ですが、宗谷が逆転しています。もう一回いった肩車は、これはもう宗谷捉えています。そうですね、もうこのタイミングはもう宗谷も分かってますから、はい、はい、分かりませんね。内股宗谷ポイントにはなりません。まだ反撃を試みる斉藤。そうですね、
ブザーです。斉藤の健闘もここまで。初出場31歳、頑張りました。館内を沸かせるあの肩車、しかし宗田の技ありの前に敗れました。宗田技ありの優勢勝ちで準決勝進出を決めています。高井と太刀山の対戦。東京地区代表高井選手、白東京地区代表太刀山選手、主審中山審判員、副審大迫審判員。さあ高井がだいぶ調子上がってきましたよ。そうですね、ただちょっと組み手が遅いんですね。気になるのはそこだけですけども、はい、立ち山に簡単に奥襟を取られると厄介ですよ。まだこの段階ではいいですか。この段階では大丈夫です、はい、高井の組み手ですね、はい、立ち山も右手ですね。この組み手はダメですね。右手でしっかりと間合いを取ってるんですね、はい、お外側に太刀山、はい、ここで襟から袖を持つようになりましたね。引き手はですね、今度は高い高い、大外刈りの掛け合いになりましたね。そうですね、今両者ともチャンスなんですけども、ここから行けませんね。なかなか3分を経過してまだポイントがありません。立ち山の首手ですよ。立ち山、高井が頭下げてますから、はい、立ち山が出ます。前に出る前に出る。高井はこの形は行けませんね。おっと場外に出てしまいました。あ、場外注意。場外注意ですね。いや、高井は場外注意、相手に大きなポイントを許してしまいました。がぜん立ち山有利になりましたね。そうですね、この体勢でも立ち山に簡単に奥襟を取らせるのがダメなんですね、うん、まあ、国士舘大学の先輩後輩、先輩の高井ですが、今後輩の太刀山にリードを許しています。ブザーです。いやー、高井はあの不用意な場外注意を惜しまれますね。そうですね、どうしたんですかね。太刀山が先輩の高井を優勢勝ちで破りました。初の準決勝進出です。ベスト4が決まりました。さあ、いよいよ準決勝。11回最多出場の正田、そして6回目の出場、今大会に優勝への闘志を見せる穴井。まあ、穴井が元気だけにね、穴井が登場してくると非常にこうワクワクするような感じになりますね、はい、ただ穴井は昨年正田に敗れてるんですね、はい、正田は過去17年18年の大会では3位、3年ぶりの準決勝進出を果たしています。一方の穴井の方は初の準決勝進出。穴井には何かこう勢いを感じますね。そうですね、今もですね、左手で釣り手をしっかりと持ってですね、はい、間合いを取ってるんです ね、まず釣り手をしっかりと持った、これも穴井の間合いですから。あ、今も小外刈りできたところをうまく大内刈りで切り返しましたね、はい、今も穴井の首で十分ですよ。正田も得意の内股に行ったが透かした。穴井が、はい、内股を見事に透かしました。これはですね、穴井が自分の組手になって正田の内股が見えるんですね。ですから左足は最初からもうかわしてますもんね、はいはい、正田この段階で敗れました。決勝進出を果たした穴井です。
落ち着いてますね、はい、勢いに乗ってきました穴井、初の決勝進出。そしてもう一つの準決勝、宗谷立山、身長差が23センチ、193センチもあります立山、170センチの宗谷です。まあ、宗谷も国際試合ではこのくらいの身長差をもう何回も戦っているでしょうか、ね、そうですね、はい、もうその辺は経験済みだとは思います。はい、しかしこの対戦はポイントはどんなところになるんですか。これはですね、宗谷がいかに自分の組み手になれるかですね、はい、というのは立山のですね、奥襟を取ってくる釣り手をいかに落とせるかなんです。あーはー、はい、簡単に奥襟を取らせてしまうと分が悪くなりますよね、はい、ここですよね、奥襟取ってますね、はい、ただ圧力かけて前に出てますから、はいはい、これですね、おっと小外掛けできました。これはもう立山としても最後まで気を抜いてはいけないところですよ ね、はい、そうですね、はい、手の引き手を殺しながら、はい、ここは嫌っています。相手の釣り手をですね、はい、背負い投げに行きました。一本背負い宗谷、ポイントにはなりません。こうやってどんどん担ぎ技で攻撃することによって、自分の攻撃の、ま、リズムを作れるんですね、はい、この技ですね、今もそうですよ ね、 すね、はい、しかし立山もどんどん前に出てきますよね、はい、支え釣り込み足だ、胸が前に崩れました。ここまではどうですか、互角の戦いぶりなんでしょうかね。はい、今度は立山の支え釣り込み足。これ宗谷の圧力が効いてるんですよね、うん、ですからかかりませんね。お、宗谷指導です。指導の段階ではまだポイントにはなりません、はい、しかしポイントがないだけに判定になった場合にね、そうですね、判定の材料になってきます、はい、さあなんとか胸た袖釣り込み足ですね、もっとこういうの技をたくさん出してほしいですね、胸た、はい、反撃に移りました。頭を下げます、立山の頭を下げる、はい、嫌がっています立山。そうですね、はい、あ、膝をつきました、はい、今みたいにですね、奥襟を取りながら強引に前に出ていくことも必要なんですね、相手が嫌がるぐらいにやらないとね。そうです、はい、支え釣り込み足、今肩から落ちましたね、はい、ポイントにはなりませんが、しかしこれは判定の大きな材料になってきますね。最後の最後でポイント突破っていう感じですね、その支え釣り込み足と同時にブザーが鳴りました。そして旗の判定になります。先ほど宗谷指導を取られていますが、旗の判定は赤3本、宗谷が若手の立山を破って決勝進出です。まあ片や穴井の方は非常に勢いを感じる柔道を見せて決勝進出、はい、宗谷の方は苦しんでというようなそんな感じになりましたね。もう辛抱しながら上まで上がってきたっていう感じですね、はい、決勝は穴井高政、宗谷康之の対戦になりました。戦後全日本選手権は昭和23年に始まりました。今年で61回目を迎えます。まあ、いずれにしても宗谷が勝っても穴井が勝っても初優勝ですからね、はい、170センチ125キロ、宗谷康之187センチ100キロ級の穴井高政、世界選手権100キロ級の日本代表にすでに決まっています。穴井宗谷の決勝になりました。
どちらが勝っても初優勝。ただいまより決勝戦を行います。さあ、この2人の対戦になりました、はい、そうですね、組手はともに左なんですね。はい、ですから宗田がいかに新井の釣り手を落として自分の組手になれるか、はい、新井は逆に奥襟を取って自分のこの間合いを取れるかというところですよね。はい、思い切ったこの戦いを期待したいと思います。決勝戦6分間、さあ試合が始まりました。どちらが勝っても初優勝です。さあ互いに慎重な組手争い。宗田はこの大会に入ってちょっと左足を痛めたようなんですね。そうですね、試合中でもちょっと足を引きずる場面が見えましたけども、はい、まあ、ここまで来ればですね、そうですね、痛いのかゆいのは言ってられませんから。さあ、穴井がどんな体勢技を見せるか。穴井いいですか。そうです、ちょっと下がってるんですね。下がってますか。はい、宗田の圧力をちょっと感じますよね。うん、西田主審は穴井、宗田両者に教育的指導です。はい、そうですね。さあ両者にもう少し戦うように、まあ、そんな点を促したわけですが、宗田、はい、は穴井の釣り手を落としに行く寝技を狙っているか。締めを狙ってますね。締めを狙っている、はい、これはしのぎました。宗田、穴井はですね、常に足が動いてるんですね、はい、止まってないんですよ、ですから自分のリズムを取り切っているなという気がしますね。そうです、擦り込み腰を見せました、はい、宗田これもですね、釣り手だけでちょっと不十分なんですね。動きが出てきましたね。そうですね、穴井は終始ですね、はい、動き止まってませんよね、はい、はい、支え釣り込み腰に行きましたのは宗田、潰れました。これも不十分です、うん、穴井はここから受け入れを取りに行きたいところ なんですけども、攻め込んでいる穴井ですが、有効なポイント、ね、これは宗田ですね。強引に受け入れを取りに行ったところ、横に流れるような形ですね、左手で足を取って背負い落としに入りましたね。あ、さあもつれるような体勢になりましたが、はい、ポイントは有効を取りました宗田。甘い苦しくなった、甘いの打ち、またそうですね、一回払い腰気味に入って場外際でもう一度内股に入ったんですが、場外ですね、はい、大きく飛ばされました宗田、看板に直撃です。大丈夫ですかね。そうですね、ちょっと心配ですけども、今ですね、一瞬受け入れを簡単に取らせたんですね、はい、ですから穴井の怒涛の攻撃が始まってしまったんですけども、まあ、穴井は有効ポイントを取られましたからね、はい、当然反撃開始という場面でしたが、そうですね、しかしポイントにはなりません。まだ穴井のこれから反撃が続きます、はい、まあ、攻めは終始こう穴井の方がね、はい、そうですね、ここはもう穴井はですね、はい、もう強引にでも取りに行かないという、そうですね、行けませんので、はい、ただ反則、あ、今来ましたね、来ましたね、指導です、はい、宗田に指導です。しかしまだポイント有効を取っている宗田、はい、リードしています。攻撃することによって反則は加算されてくるんですね、はい、ですから宗田も受け身ばっかりに回っていてはいけませんね。自分の方から攻めに出ないと苦しくなります、はい、場内騒然です。低い背負いに行きましたね、はい、
どんどん動いて足を使ってるんですね。もう翻弄されています、はい、宗田。これ宗田がですね、釣り手でも掴んでいったらですね、受けれるんですよ、はい、ただ両手離した状態で受けてるもんですから前に潰れてしまいますね。先手先手と攻める穴井です。ポイントでは宗田がリードしています、はい、また背負い投げに行きました穴井。宗田も下がってはいないんですが技が出てないんですね、はい、おお、佐藤丸、これは危なかった宗田、はい、よく体をかわしました。腹ばいで逃れています。そうですね、残りが30秒余りになりましたが注意です。注意ですね、宗田に注意。これで並びました、はい、やはりここはですね、何が何でも勝つんだという、はい、勝負に対する執念、もう ここにつきますよね。そうですね、はい、ここからの勝負になりました。そうなんです、ポイントの面では並びました。ちょっと疲労が感じられます宗田。前には出るんですがもうつかめない、また技が出ないっていう。今何か勝利を確信したような感じで小さくね、そうですね、ポーズ見せましたね穴井選手が。旗の判定になります。赤が上がれば穴井、はい、白が上がれば宗田、どちらが優勝しても初優勝。さあ判定はどちらになるか。赤3本穴井です。穴井の初優勝が決まりました。6回目の出場で宗田を破って初優勝。力いっぱい戦い合いました、はい、やはりポイントは取られたんですが、はい、終始穴井のペースでですね、試合を運んでましたので3-0になったと思います。決勝戦も最後まで攻め続けました。どんな柔道を今日この大会見せられたというふうにお考えですか。一本を取るところはしっかり取ろうと思ったんですけど、やっぱりそう簡単に俺一本で勝てるような大会でもないんで勝負に徹しました、はい、今シーズンは海外でも結果を出して非常に充実したシーズンではないかと思うんですが、ご自身そのあたり手応えの方はいかがでしょうか。もうそろそろ優勝しないといけないという思いもあったし、本当に優勝できて嬉しいです、はい、篠原さんも見ていますが、さっき手を振ってくれました。この後いよいよ世界選手権もあります。この後の穴井選手、どんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。そうですね、今日一日はこの優勝の喜びをかみしめて、明日からは世界選手権のモードに切り替えて、世界選手権でもしっかり金メダル取りたいと思います。おめでとうございます。今後も活躍を期待しています。どうもありがとうございました。